平成19年6月22日、阿蘇市役所で阿蘇門事業開始報告が行われました。この事業は、一宮町商工会青年部が町の活性化事業の一環として立ち上げたもので、背中に阿蘇門と書かれた T シャツとポロシャツを作成し、イベントや祭りなどの際に共通のものを着て共通の意識を持つことで、阿蘇の知名度を上げるとともに、阿蘇に住んでいることへの理解と誇りを再認識してもらうことを目的としています。背中の文字は、一宮町の中町通りにある旧尾形屋の店主、宮本博文さんが書いたもので、T シャツ、ポロシャツともに色は5色、販売利益は、阿蘇の地域振興や地域防犯活動に活用されます。